どけて、どけて。どかない。ほら。
まぶ焼けてるところから出てきた。あ、そうですね。ゆでパワー帰ります。ありがとうございます。帰りはどこがつながってますか。すごい帰ってるとこに泊まる。なるほど、わかる。やっぱり生のことですね。顔上げたとこがあや。あそこ登るかな。よいしょ。登って。やっと。本当よ。
いるよ、ほら。やぶの中から出てきた。からしか走ってね。音が悪いな。こっちにあるやつ、そこに。ほかな、あの白いのよ、葉っぱ食べんじゃろ。おやって、顔かわいいやって。キュッと見たときもほら、つぶらな瞳で、ね、ほらほらほら、かわいいね、垂れ目か。シュンっていないいないバーみたいな感じだよくって。なんか、なんか外ちょっとこけちゃったし、まだ訓練中でごめんちゃい。思ってるやろ。向こうもこっち見てるやな、言ってね。見えてた。見えてるのないの？これ外でな、この頃のほら、登ったり。お、お、クマって登るんわ。うん。尻尾だけが見える。
よいしょ。
久しぶりです。どっちがどっちだっけ？あの子が。私初めてなんですよ。私も分かる。そうかもしれない。音とこの子かもしれない。この子が。女の子が気が強いみたいな感じだったですよね。ご飯ばっかり一生懸命食べてた。今頃言ってる。私も。最初は気をつけて見ててんけど。そうですね。転がったりしたら分かれへん。でも踏んだって本当に落ちても平気ですよね。ねえ、まだコロコロなんかな。よいしょ。もうないよ。猫みたいな。うん。ついて歩いて。わあ、ちゃんと飛べたね。降りてよ。おお。よいしょ。よいしょ。よいしょ。この子なのかな。うん。女の子だと思います。うん、よく見ると顔がね、うん、違う。そうそう。なんか、うん、ああ。気をつけて。いやね、だけど。うんね、女の子の方がいいかな。うちのそばにある動物園も女の子運動神経っていうか、うん、男の子器用は女の子お母さんにならなきゃいけないからね。あ、そうやね。ここはだけどよく生まれますね。ねえ。ねえ。うまいね。
環境がいいですよね。環境もいいと思う。うん、こんな自然にね。うん、やっぱりあれですよね、顔も大きく感じますね、うん、子供って、うん、私はあれなんです、名古屋市から来たんですけど、東山にもいるけど、あっちまだあっちゃったのに、おなんか都会ですもんね。歩いたりするのもいいやよ。あそこで笹が見てる、呼び上がったんか、笹が見えるかった。よいしょ。見て見て。可愛いわ、ほら。もうね、でも可愛い。いいし、いいしやったね。お母さんよ。ひょんと立ったし。お母さんの後行くよね、ちょっとでも。うん。本当ね。そこ渡るでも落ちそうなのに。モメントポンドになって、子供が木に登ると下ろそうとするんだよ、お母さんが。余計やんね。ほんと山覗くんやって。ちょっとほら可愛いの。シャッターチャンスを知ってるかぐらいにいい顔するの。ねえ、なんかね、分かってる。あなたじゃないですか。連れて帰って。かわいい。つぶらな瞳。ねえ、なんかちょっとそこで。え、そんな人は食べるの？金木犀でちょっと匂いが。こっちも行って、カエデちゃん。カエデちゃんとか。絶対この子は写真慣れしてるわ。本当。ね、帰るの？ね、帰りたいみたいなね、あっちは。持ち帰りちゃった。今はまだ食べ足りないよね。まだ、ミルクもちょっと投げてるやろうからね。男の子のがサランとした感じ。サラン、あ、出して。あれ？ちょっと分かるようになってきた。違う男の子だと思うんだけど、違います？誰か知ってる方。あ、そうなんですか。あ、またなんかまだ手が短い。うん、でもあいつが可愛いよね。あ、まだなった、こっちにも。ここよって、ここよって見てますよ、見てますよ、あなたのこと見てますよ。私さっきまでピースケにすっごい見られてるね。ねえ、うん、なんか連れて帰ってって。そうそう、あれ寝るの、かわいい。見てる、見てる、なんか何も聞いてない。あ、これがちょっとちょっとでも本当に色といい、なんか、うん、お友達に見えるんじゃないですか。色そっくりだもん。
とかピースケも泣いてくれたりね。なんかすごいサービスしてくれた。見てる。これそれいいんじゃない？じゃあ今度から必ずこれ着て。そう。でも季節があるじゃない。夏用も買ってください。あの東山の虎の今虎虎のオープンで、やっぱり常連さん覚えてて、その色とか柄で来るんですよ。だからチェックできた人はチェックで来ないと。そうか。私は白いジャケットで、で来てくれてね、わってやってくれる。虎がわってやるとね、いやでもね、本当に静かなの。爪も出さないし、めっちゃ可愛いですよ。あ、そうなんですか。3歳だしね、大きいけど。大きいけどね。やっぱ、柄で見るんじゃないですか。そうかな。じゃあちょっと。特徴的だもんね、あの柄。なくなってきてよかった、ほんのり。似てますよ、やっぱり。そう。黒もあるし、茶色もあるし、白もあるし、目の周りが白いし。迎えに行くの？お母さん来た。お母さんもむちゃくちゃ歩き方。お母さんちっちゃいな。細い。ね、やっぱ子育て大変だから。運動できるもんね、ここ。慎重である。あのね、内股がね。うん。よいしょ。ああ。夜シップ貼ってたりして今日お母さん痛いんだ。よいしょよいしょ、すごいな、みんな。あ、僕も行くの。なんか僕にえらい疲れてるわ、ここが。みんな下行ったよ。行く？もう分かるんでしょうね。ゆいちゃん、頑張れ。ゆいちゃん、お父さん見てるだけ。おお、かわいい。あれがかわいい。どうもお父さん。わかんのかな、名前。わかんないですよ。ちょっと呼ばれてるもんね。はい、続編ね。園長先生がそばで。すみません。どっちがどっちか分かってくれたんですけど、あの子は？楓ちゃん。楓ちゃん。女の子。楓ちゃん。楓ちゃん。楓ちゃん。で、家であなたを見てたのは？海斗くん。どカエデちゃんだと私は思った。カエデちゃん、カイト君、本当にね、お時間になったので、赤ちゃん、
ダメだ、今度来てるのどうまだわかんない、あっちが男の子でも、今度来たら、うん、私なんかはあれだ、あの間が空いてるんで、うん、はっきり大きさとか違いが出るかもしれないですね、うんうん、そうですね、はい、まあ、どっちも可愛いから、うん、そうそうそう間違っててもいい、いや、あー、よかった、ね、うん、みんな帰るよって、みんな帰るよ、ありがとうね、上に乗ってたのがタノコちゃん、そうそう、あなた見てたのタノコちゃん、そう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 かそうか、そうそう、そう覚えとこ、そう、あお母さんも一番に帰ろう、まだ入らないありがちだな、
もうそれ以上に行けないと。やりたくないの？そうね、楽しいしね。すごい力だね。帰りたくない。帰ろって。帰ろって。うん。帰ろ。ああ。うわ。うん。死んでた。あの子どうした？あの子どうした？女の子じゃないですか。さっきから見てた。女の子だった。分かんないけど。分かんないけど。分かんないけど。自分で帰りますって。自分で帰りましょう。今帰ったの。